ジュダルイスは、アメリカ合衆国の俳優。映画、ザ・ベビーシッターや、サマー・オブ・84、雨の日は会えない、晴れた日は君を思う、および2016年のテレビシリーズ、ゲーム・オブ・サイレンスへの出演で知られている。彼は教師をしている原とマーク・ルイスの息子。2015年5月、2017年のリブート作、スパイダーマン。 ホームカミングの主演のスクリーンテストをした6人の俳優の一人となった。2015年、ドラマ映画の雨の日は会えない、晴れた日は君を思うと、アクションスリラー映画のリメイク作、X ミッションに出演し、X ミッションでは、主人公のジョニー・ユタの若い頃を演じた。2015年、コメディホラー映画、ザ・ベビーシッターで、悪魔崇拝主義者のベビーシッターに追い詰められる、 男の子の役を演じた。完成した映画は2016年12月にネットフリックスに買収され、くしくも13日の金曜日にあたる2017年10月13日に配信された。2018年、ホラーミステリー映画、サマー・オブ84・84とネットフリックスのファミリー映画、クリスマス・クロニクルに主演する。2019年、スリラー映画、ICU に出演した。また、 ザベビーシッターの続編である、ザベビーシッター2や、クリスマスクロニクル2にも出演する予定である。ありがとうございます。